分。あ、クッション忘れてた。よいしょ。ふう、疲れた。アイス食べる。アイス。じゃじゃんじゃんじゃじゃん。ブーン。あれ、何、おっさん、なんだって？銀行員。ちょっと数字の計算苦手なんでとか言って。おいしいじゃん。うん。よいしょ。アイス美味しいけどね、ちょっとジャムっぽいのが残念だなって思う。うん。お腹いっぱいさっき夜ご飯食べ終わったから。食べたいって思ったそれだけ。そう、明日公演出ることになったんですけど、どうなんだろう。生誕祭終わって多分私のファンの方が明日は少ないかなっていう予想なので、たくさん獲得しに行くぞ。真ん中で分かる、今日前髪が。
さん奪う。うん、 MVP も取りに行くね。頑張ろう。このおみくじは何ですか？お守りか、お守りかーい。な、そう、そのイベントなんですけど、私どうしよう。私はあれです、総選挙にかけるので、総選挙にかけます。なのでショールームはちょっと今回はスルーで、うん、スルーでお願いします。明日またメールに書くよ。売り切れ？おみくじが？あ、お守りだ。お守りが？はい。そんな感じです。桃？お腹がギューってなってる。真ん中来た。アイス食べてるの。アイス。なんか茶色くなった次。お守りが。アイス美味しい。いちごのアイスです。黒くなった。水色めっちゃカラーあるやん。アイス美味しいな。違います。今日買ったのはこのクッションじゃない。もぐもぐ。クロワッサン。お腹空いた時に。で、これじゃない。正解は、皆さん今ご飯食べてないですか？皆さんご飯今食べてないですか？ご飯を食べてる方、心臓のお弱い方はあまり見ないでください。せーの、じゃーん。
この子です、今日買ったの。イエーイ、かわいい、出会っちゃった薄型。可愛いですねソフトクリーム確かにこのコーン付きのソフトクリーム、チョコソフトクリーム、キャーハー、これでした私の買ったの。これをお母さんが買ってきた、こっちかわいいね。これね、キーホルダーがあったんですよ。これのキーホルダーをね、友達の誕生日にあげた、友達に最悪だねあげちゃった。いや今日これとね、靴下とね、サングラス買ってきた。今きっと光っちゃうから反射してるよね、ちょっと見えないけどさ、この辺でかければ見えんかもしれない、反射しても。じゃん、買ってきたの。これはいつかかけようと思ってアイス溶けちゃった、食べるね。ドロドロだ、一生懸命食べなきゃ、もっと溶けちゃう。明日何の髪型にしよっかな。迷ってる。私高めのツインテールできないんですよ。いい声だと。なんでかわかりますか？正解はピン、いちご製菓。違うんですよ、ユニットはなんか高いツインテールだと、うん、めっちゃ性格悪そうな女になるんだけどね。だから一応似合ってはいるの。だけど帽子がかぶれなくて落ちちゃうからできない。ポニーテールはかぶれるけどツインだとかぶれないの。そうだからできないです。ハブは今日何日だっけ。そうだからまあ5月31日開けといたらって思います。ランキング読みます
あります。じゃん、1位がいない、1位がいないな。13位から見ます。1位は誰ですか。13位、カモモンジさん、ありがとうございます、ありがとうございます。12位みかんさん、ありがとうございます、ありがとうございます。11位うじさん、ありがとうございます、イエーイ。10位タイラーさん、ありがとうございます、ありがとうございます。6位もいない。6位、9位、台湾いろいろしレイさん、ありがとうございます、イエーイ。8位タイマタマさん、ありがとうございますありがとうございます。7位ハローさん、ありがとうございます、ありがとうございます。6位 J さん、 J さんなのかな、ありがとうございます、ありがとう。5位おぐりちゅんさん、ありがとうございます。タイマーさん、タイマーさん、6位タイマーさん、あ違う8位がたま、私が間違えたのか。6位 J さん、ありがとうございます。5位おぐりちゅんさん、ありがとうございます。4位あさみんさん、ありがとうございます、イエイ。3位ひろいものさん、ありがとうございます2位わろにーちゃん、ありがとうございますありがとう。1位先生、ありがとうございました、ありがとうございます。パチパチ、ありがとうございました爆笑、おやすみなさい。皆さんアイスもやばい、もうこんなんなってるありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。長かった